1938年10月1日記念メダル。表面と、リメンプラハ城が描かれた飾り板1938年10月1日記念メダルは、ナチスドイツの制定した記念賞。チェコスロバキアから、ズデーテン地方を割上させるのに成功したのを記念して制定された。飾り板も制定され、こちらは、チェコスロバキアの保護国家に成功したのを記念して、制定された。 ズデーテンは第一次世界大戦後、チェコスロバキア領となっていたが、ドイツ系住民が大半を占めており、ドイツへの復帰を求める住民が圧倒的多数であった。そんな経緯もあって、ヒトラーもかねてより併合を狙っていた。ミュンヘン会談において、イギリス・フランスにズデーテンのドイツ領有を認めさせたことで1938年10月1日に、チェコスロバキアはドイツに、 ズデーテンを活上せざるを得なくなった。ヒトラーはこれを記念して1938年10月18日にこのメダルを制定した。ズデーテン併合に功績のあったものを対象に授与され、ズデーテンの住民のほか、ズデーテン新中に従軍したドイツ軍人、新鋭隊員、警察官などにも授与された。デザインは1938年3月13日記念メダルに、 ほぼ同様であり、表面には、ナチスの舞台に乗る二人の男性が描かれている。乗りかけている男性の右手には、壊れた鎖がついている。この男性は、ズデーテンドイツ人を象徴しており、チェコスロバキアという呪爆から離れて、ドイツと一体となろうという姿が描かれている。裏面の中央に、ズデーテン併合の日である、1、オクトバー1938の日付が入っている。 そしてその周りを、エイン・ボルク、エイン・ライヒ、エイン・フーラーの文字が取り囲んでいる。続いて1939年3月15日に、チェコスロバキアの他の部分も米面命令保護領、独立スロバキアとなり、ドイツ軍侵襲を受けた。この際に従軍したものを対象として、カザリータが授与された。このカザリータには、プラハ城が描かれている。 1939年12月1日まで叙勲が行われ、116万2617人の者がメダルを授与され、13万4563人の者が飾り板を授与されている。ありがとうございます。